小泉一巻。長野市長野県の保健所共同設置の検討について伺います。本市が収穫市に収穫した平成11年当時、信濃前新聞が本市保健所は中核市のシンボルであると記事の見出しにしたように、地域主権の要であります。その主権を県と分かつ検討は慎重を期すのが当然であり、明快なメリットがなければ共同設置への市民理解は困難と考えます。市保健所の効果の考え方については今までの当番で示されてきましたので、検討経過についてですが、これまでどんな風であったのか説明をお願いいたします。お答えいたします。まず県からお聞きしたところによりますと、長野県自治研修所主催の県職員による政策研究は、希望する職員が県政課題についてグループで研究を行い、その研究成果を報告するもので、平成25年度に県保健福祉事務所と市保健所の在り方についてといった研究テーマで研究政策研究が行われました。このテーマでは県職員の視点だけではなく市職員の視点が必要ということで、県からの依頼を受けまして、長野市保健所から3名の職員が参加した経過がございます。政策研究といたしまして、平成25年5月から翌年2月までに県保健所10所、それと長野市保健所職員の業務の課題等に対するアンケート調査、アドバイザー等との意見交換、ヒアリング、8回のグループミーティングなど活動を行っております。この研究活動の後、平成26年2月、保健所共同設置の実現に向けた検討が必要であるとの提言を盛り込んだ報告書が長野県健康福祉部へ提出されたということであります。その後の検討経過を端折ってもらっちゃ困るんですけれども、ちょっとお願いします。県と市の職員による事務レベルの検討会でございます。平成26年5月に始まりまして、27年9月までに5回開催されております。この検討会では、共同処理方式による保健所設置の在り方の討議、ワーキンググループによる業務の棚卸し、こういったものを行い、想定されるメリットや課題について、大まかな確認ができました。その県と長野市の事務レベル検討会ですが、5回開催された、その成果をお示しいただきたいと思います。共同処理の方法として大きく5つの方法があると。その中において、共同設置の方法がよろしいんではないかということが出ております。それから、共同設置することによる、効果として、県と市の人材あるいは機材、その他施設等が一緒に使うことによって運営の効率化が図れ、それによって市民県民のサービスの向上が図れるのではないかという、そういったことが出ております。それから、専門職員が、数多くの専門職員が一緒に働くことによって、キャリアのアップが図れるのではないかと、そういったことも、検討の結果出ております。県に公文書公開請求で同会計にかかる情報を入手しておりまして、ちょっとねそれ違うんですよね、おっしゃっていること、その客が質問しますと、41ページにわたる詳細な保健所業務点検表が市と県の職員のワークグループで作成されておりまして、共同設置時の課題が洗い出されております。本年3月の同会議で確認されたデメリットは延べ661、デメリットのみでメリットのない業務が323、点検表には共同設置の可否とデメリットの解決方法という欄があって書き込めるようになっているんですけれども、すべて空欄となっております。その後この空欄はいくつ埋められたのでしょうか、お尋ねします。私の確認している限りではその後埋まっていないと思います。
はい、率直な答えありがとうございます。で、県は市に対して今年6月ですね、同会議の資料とするため保健所業務量調査を紹介しておりますが、長野市は回答しておりませんと長野県は言っています。これは事実でしょうか。お答えします。組織体制の在り方を検討する一つの材料として事務量調査を行う予定でございましたが未完成です。これは県の業務市の業務をすり合わせる、まあ、材料として調査始めたんですけれども、市の業務のうち、市町村業務と保健所業務を一連で行っている業務それぞれ切り分けすることが困難でございまして、事務量の把握することができませんでした。先ほどのこのワーキングの表ね、デメリットの解決法全然埋まってないというお話でした。で、市職員はね、今の業務量調査にしても怠けているんじゃないと思うんですよね。このデメリットをきちんと真面目に解決しようとしないで協働化ありきの姿勢で進めようとしている県の態度に事務量調査ではサボタージュを行ったと小泉はそのように理解しております。本年9月14日5回目の同会議では中間取りまとめが議題とされ県から案が示されました。市はこれに合意したのでしょうか。研究会始める当初は中間取りまとめをやるというような当初計画があったようでございますけれども、それに至るまでにならなかったということになります。まあ、デメリットの、ね、解決の目処がないんだから中間取りまとめやろうって議題にしたってそれできないのは当然だと思います。理解できます。で、県の中間取りまとめ案について合意できていない部分があるということですよね。まあ、全部できてないということだと思いますが、その理由について委員会開催までに議会宛に資料を提供いただきたいと思いますがいかがでしょうか。私が、認識している限りにおきましては、一応のメリットと課題について大まかな確認ができたというところで、今回正式にこれから共同設置について検討していきましょうということになったところであります。まだ課題について整理していないものにつきましては先ほど、先月11月17日に発足いたしました長野県域保健所共同設置等検討会議の協議にあたりまして引き続き県保健所と業務をすり合わせ検討調整を図っていきたいということでございます。今お尋ねの委員会開催までに云々ということは私今ここで答弁できませんので、答弁できません。事前の質問通告にそういった内容がございませば検討してまいりましたが今手持ちの状況でそれにお答えする資料ございません。以上でございます。どこまでやったんだっけ。県職員の政策研究の段階を含めて足掛け3年本市県で協議してきたのにその間の中間取りまとめもできていないほど現場の、ね、実務者レベルの認識がずれているという事実は非常に重い。先月27日本市県のほか県保健所管轄エリア内の須坂市千曲市と8市町村に範囲を拡大し長野県域保健所共同設置検討会議を開催していますがこれは本年5月の市県で確認された手順と異なっています。中間取りまとめ後に共同化の可否を判断し可とされた場合のみ保健所共同設置準備会が設置される手順だったはずです。取りまとめも可否の判断もできていない現状で8市町村を巻き込んだ議論に拡大する件はいかにも強引で無責任であります。次回の長野県域保健所共同設置検討会議は本市県の中間取りまとめ合意ができてからの開催とすべきだと考えますがこのような声が議会にあるとお伝えいただけないでしょうか。県に今おっしゃられたその準備会とか検討会とか会議の名称はまあこだわらないといたしましても順を踏んで
こういう会議検討会を開くようになったという状況ではございますので、それはご理解いただきたいと思います。それから今小泉議員がおっしゃられたことは参考に県の方へお伝えしたいと思います。9月の市県の検討会議では事務委託ならやりやすいっていう市保健所の意見があったんですね。で、県は事務委託の議論が必要ならばやっても良いと思うと、そういうふうに述べています。議事録に書いてあります。現場がやりやすい方法を取るべきであるし、事務委託なら長野市の試験がそのまま生かされる。で、そのメリットは大きく、まあ、すでに事例もあります。事務委託について比較検証すべきだと声が議会にあると、これも県に伝えていただけないでしょうか。今の議員ご確認の議事録の中に職員としてそういう意見もあったようでございますけれども、全体としては事務委託よりも共同設置の方が効果が大きいという流れで今おります。ただし議員のご意見もあるということは長野県の方にお伝えしたいと思います。まあ、共同設置の方がいいっていうのはね、その資料も委員会にぜひ出していただきたいと思います。さて市長ですが、現場主義と人間関係をね重視しておられるということで常々おっしゃっておられる。で、現場はねこの件非常に悩んでいるんですよね。で、この件に関して市民の財産である市保健所を守ってきた現場職員の声を直に聞く機会を作っていただきたい。そして現場との信頼関係を深めて、この件の一番いい解をね、結論ありきではなく導くように努めていただきたい。いかがでしょうか。お答えします。前々からですね、やっぱり国におきましても県におきましてもですね、まあ、ダブった行事がいっぱいあるわけですね。一緒にすればいいものがなかなかできてない、まあ、そういう中で、今回、保健所の問題につきましては、まあ、それぞれ県のメンツ、市のメンツ、それが先に立っていると。それもやはり全体的にこれを共同設置することによって、いわゆる県民、市民益、そしてまた県民益になると、そういう中で進めるということでお話ししたわけでございます。今お話のことにつきましても当然もちろんです、職員の方から対応をお聞きしていきたいと思っております。以上でございます。